はいこんにちはやとめです、えー、今日はですね高いボールの処理を実践編で何パターンかやろうと思いますそしたらじゃとりあえずボールを上から投げてもらうのだけやってもらおうかなどうぞ、まあ、こういうクッションコントロールください次ねこうやってピタッと止めるようなイメージまたは、ね、こうやった えー、エッジコントロールもう一回くださいこれエッジコントロールね足の裏の角度をつけるやつもう一回くださいエッジコントロールあとクッションコントロールもう一回これがクッションコントロールもう一回もらおうかな今下手くそだったなクッションクッションですねもう一丁 散々こういうういのやってきたと思うんですよであとエッジコントロールっていうのが何種類かあって足の裏のエッジまあ足裏の角度つけて触るやつとあとこれをインサイドねあとはアウトサイドですねもう一回アウトいきたいな下手くそならアウトサイド こここんんなななとととろがまずは基本的なところになると思うんですよただ試合でこれじゃあちょっとねっていうみんなこれだけ覚えればできると思ってるのが甘い例えばちょっと北さん来てもらっていいかなディフェンダーで後ろにいる時にちょっと普通に立ってるだけでいいですよこれを止めたこれだけだと俺何もできないの分かります北さん 今のでプレッシャーちょっとかけてもらって軽くはいこれだけもう戻して終わりになっちゃうでしょ、うん、ねまた今のでインサイドってやってみっかねインサイドってこうやってまあ言ってもいいんだけどまあ読めるんだ今みたいにもう一回ここもアウトサイドって言っても読めるじゃあかといってここでクッションコントロールっやったらどうなんだって ここですよね実際だったら俺どうしてるかっていうとくださいスタッと同時にパッと1回でもう1回もうワンアクションをスッと入れる練習やっぱしていかないといけないよねみんなここで練習として止めることで精一杯なんですよ止めるのを前提でここで止めるのを前提でいく練習していかないと。 ねえまたはこうやってきたらね止めた後行かないよとかあ下手くそ低めできた時にこういう感じとかね抜けていくよとかあとはこういう感じ。 だから練習の中でも北さん、OK、ですすありがとうございます、はい、来たときに、とんと止めてみんな満足しちゃうんじゃなくてこうやって行った後もう一回いけるようにとかアウトだとしてもね止めた後もう一回行くよってだってボールがまっすぐ軌道をきたそのまんまで止めただけだったらみんな密集しちゃうでしょっていうところがあるんでだからここで来たときに。 もう一回ワンバウンドさせてみるとかで越えていくよとかねみんな浮き球の処理はどうしたらいいですかっていうのは止めオッ OK ただ止めた後で次にどうするどうするあー下手くそだなだ小野伸二選手なんか僕ねなんか昨日かなんか YouTube 昨日かおとで見たけどこうやってきたボールやっぱ遊んでますよね。 あんな俺できねえけどきたボールここであの人これで切ったりしてたもんくださいあんなんできねえよっていうね抵抗しないよとか言って抵抗しねえとかっていうレベルじゃないんだよ <laughs> まあそれは別に YouTube で見てもらいたい、ね、とにかくここで何なのかっていうと「まあ、止める」は当たり前に止めてもらいたいでこれはもう当たり前でやるその次の工夫っていうのをどうしましょうっていうのが 実践の話実践的にこれ止められないですって言ってもう一回止めただけで満足しちゃってるからここの後の姿勢まで考える、えー、こういった部分を是非考えてバリエーションは増やしてみてもらうと面白いと思います。はいということでチャンネル登録お願いします